じゃすみません、お先です。なぜお先に失礼します。次のカルボナーラもう少しできますので、お先です。お先に食べさせていただきます。いいよ。いただきます。わかった。いただきます。わかった。あ、けどもうキキのももうすぐあ、まだでした。いただきます。わかった。お酒です。わかった。え？わかった。わたっか？わかった。すみません、またお先です。わかった。お腹減った？ん？お腹減った？うん。パパ、仕掛け。お、ほんとだ。あ、来た。来た、お待たせ。召し上がれ。いただきます。じゃ、パパもいただきます。あ、いいよ。辛いの食べてみるよね。うん。いらない？うん。今日いらない？うん。今日いらない？うん。どう？好きな仲本だよ。辛いの食べてみる？うん。いらない？うん。やっぱ食べる？うん。前のカルボナーラ、あ、カルボナーラじゃねえ、辛い方が。え、なんか出てきた。うわ、なんか出てきた。喋ったらスポーンって出てきた。うわ、鼻くそみたい。どうですか？でもこれカルボナーラどうですか？カルボナーラじゃない？え？カルボナーラ、カルボナーラでしょ？カルボナーラ。なんでオナラって言ってるの？オナラじゃない、そういうのカットして。自分でカットして。だって今カルボナーラって言ったじゃん。言ってない？もう一回言ってみて。じゃあカルボナーラ、ほら、カルボナーラって言ってるじゃん。うん、言ってない。言ってたよ。じゃあもう一回言ってみるね、うん、カルボナーラ、ほら、カルボナーラって言ってる。カルボナーラ、カルボナーラ、カルボナーラ、カルボラーナ、言ってごらん。カルボナーラ、カルボラーナ、カルボナーラ、カルボラーナ、カルボナーラ。そうだ、カルボナーラです。あ、カルボナーラか。カルボナーラ。カルボナーラで正解だよ、キイチ。見た。ちょっと待って、もう一回。あご、あご。今日から楽しみ？うん。最初何やるの？最初、うん、こうやってやって、はい、よろしくお願いしますって。あ、挨拶するんだ。うん。で、うん、準備体操。うん。ママもう緊張しないの？うん、最初から緊張しないの？あ、そう、うん、すごいね。で、ケンパとかやるのかな？うん。どうやってやるの？ケンパケンパ。いや、それケンパじゃないよ。あ、ケンパ。今キュンキュンパしてないやん。言ってるだけじゃん。どうやんのってキュンキュンパ。こうやって。キュンキュンパ。どうやん、向けて。キュンキュンパ。あ、そうそうそう。キュンキュンパ。キュンキュンパ。そう。この間トレーニングしたもんね。うん。この間めっちゃやってたよね。1時間半ぐらいやってなかった？うん。エビ味噌どう？甘くない。え、甘？うん。普通の方がうまい。やっぱそうなるよ。いつもの方が美味しい。ね。食べてないじゃん。なんだよ。食べてないじゃん。なんだよ。いつもの方が美味しいって食べてないじゃん。いつもの食ってんじゃねえか。けどこれ食べてないからこんな味わかんないじゃん。
ってね。いつものは食べたかもしれないけどさ、こっちの味わかんないからさ、いつもの方が美味しいとかってわかんなくない？嫌だ。え？嫌だ。何が嫌なの？食べたくない。こっちといつものどっちが美味しい？ゆきは。いつもの。いつもの方。気にならないな、ヤゴ。う最悪。これについちゃった。テーピング。トーマスはやめたの。やめた。あれ密閉されて、うん、逆に蒸れる。ああ、そうだよね。密閉されすぎる。換気できるけど。横が換気できないから意味ない、うん、で今これトイレットペーパー巻いてるのこれ、ここトイレットペーパーの芯。え、本当に？芯。え、そうなの？うん、芯巻いてテーピング。そう、まあ喉がうんちって言ったんだって。そうなの？何色だった？え、何色だった？うんちって言っただけ。だから、そのうんちは何色だったのって聞いてる。してない。あ、してない。そんな怒んの？パパだってゲップしてるじゃん。そうだよ、してるよ、パパ。してるよ。パパするよ。あんちゲップ大好きだから。ゲップ？ゲップ！ゲップですごい飛んできたんだけど、ほら、うわ、うわ。今何考えてるの？ねえ、今何考えてるの？何も考えてない。何も考えてないの？お姉さんになったら来るかなと考えてる。何が？え、いや、お姉ちゃんになったら家来るかなって。うん、パパたちが来るかなって。あ、もちろん行くよ。何色の家？ピンク。え、ピンク？いいね、目立つじゃん。あとは黒。黒？いいじゃん。とパパが好きなグレー。グレー、いいじゃん。ん、じゃあ青とパープルと白。パープル言ってないだろ。え？パープル言ってないだろ。だって青とパープルと白って言ったんでしょ。違う。何色？黒と、うん、ピンクと、うん、グレーって言ったろ。青とパープルと白。全然違う。ピンクと黒とパープ、最後グレー、最後が白。グレー、白、グレー、ブルー、グレー、グレーで何があるの？え、家の中、うん、で、ゴーが好き。うん、ゴーが好きそうな何？ゴーが好きそうなおやつ、うん、何のおやつ？アンパンのチョコレート。アンパンのチョコレート。あとは？レインボーのお菓子。レインボーのお菓子って何味なの？ゴリラ味？ライフガール味と、うん、あとリンゴ味とイチゴ味。ああ、いいじゃん、おいしそうだね。絶対パパライフガール味食うよ。食うよね、うん、ライフガール好きなもんね、パパ。じゃあいつも泊まっていいからライフガールに行っちゃうぞ。はい、じゃあ最後お茶飲んでお茶探して。これ水？
あ、水、うん、お茶って言ってなかったさっき。お茶だよ。お茶だよ。水じゃない。ごちそうさまでした。俺着替えるよ。もうか、親指つかれないんだもんね。大丈夫パパ。大丈夫。こうやってキュッて。楽しみ、うん、早く行きたいって言ってたよ。やっぱちょっと口臭いから歯磨きになった。オッケー。